はい、皆さんおはようございます。今日は東京サバゲーパークに来て撮影したいんですよ。今日はなんと大物ゲストと撮影するんですけど、もうなんか来てるみたいなんで、ちょっとすいません、待たせちゃってるんで先行きましょうか。おはようございます。ちょっと何で、何で、あれ、すいません、何これ、ピッタさんじゃん。ここにいた。おはようございます。どうしたの？え、ピッチョさん、今日11時集合なはずなんですけど。なるほど。琉球泡盛。すいません。おはようございます。まだ出てきちゃダメなの。バレちゃう。これはスキャンダル。またバレちゃう。誰だ。お前今日来ないって言っとたのやっぱ。え、何ですか。何してんのお前ここで。ちょっと酒飲んで。何した。覚えてないですよ。覚えてない。ピッチョに飲まされて。ピッチョに飲まされて。ピッチョさん、これどういうことですか。これはですね、そういうことですね。はい。あ、バレるからね、まあ、バレる。あんたの二人アイドルでしょ、もう。はい、ダメでしょ、こういうの。いや、別にそういうことです。俺、記憶ないんで。私、アイドルじゃなくて、プロの目立ち下がり屋で。なるほど。全泊してたんですか。で、そうですね。今日は起きれないって思ったんで、二人で全泊してた。そうです。あ、じゃあ、俺もちょっと、仕事、なんか、今日仕事があるっていうから。お前、これだよ、言ったんやろ。ベルトして。もういいか。はい、もういいです。茶番に付き合ってたので。ありがとうございます。こういう事実はないんですよね。あ、ないです、ないです。ごめんなさい。はい。刺さないでください。あ、いや、正直って見てる人たちはどうせアンキーはできてない。お前どうせやらせだろって言われてるよ。あの感想言っていいですか。あ、そうか、どうぞ。あの密封じゃないですか。めっちゃいい匂いしてます。チョの香りいっぱいしてます。今回はなんとピッチョリーナさんと。初めてですよね。よろしくお願いします。すごい光栄です、光栄です。ありがとうございます。雑誌見てた、あのいや、俺たちがサバゲー始める頃でもうそうだよ。いや、だって10万石でしょ、3万石でも。いや、まだまだ武将で言うと、行きたいと思いますので。はい、ピッチョさんもね、まあ、せっかく可愛い私服なんですけど、持ってきてるんですよね。持ってきてます。よし、じゃあよろしくお願いします。お願いします。キスマークないんでね。バレちゃう。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、もういいんすか。もうはい、もう語りたいことはないですか。ないです。彼氏募集中って。あ、彼氏募集中。マジで彼氏募集中。マジで食ったでしょ。食ってねえわ。言われてもらいました、ピッチョさん。はい、かわいい。よく言われます。よく言われます。かわいい。焼いてみるです。ちょっぴりなです。ピッチョさんのまず紹介からしていってもらいましょうか。はい、私は普段こうサバイバルゲームとかシューティングとかやったりとか、あとはバイク乗ってるんでバイクツーリング動画とか、あとは無線運用。無線ね。そう、無線超楽しい。無線運用とか、いろキャンプとか、いろいろこう自由に生きてます。やばいよ、本当に。やばくないよ。やばいよ、全然やばいよ。しかもぼっち。ぼっち。いや、人と合わせるのが苦手でしてですね。一人が幸せだです。なるほど。考えない。こっちも一人だから。俺も一人なの。そうですか。でもそれって交わることはないんだけど、 S 曲とします。 S 曲とするの。それは離れる。普段ね、声優やってまして、 CM ナレーションとか歌のお仕事とかもやってますね。すげえ、何でもやってるじゃん。そうかな。あ、MC とか。 MC ハマーして。バレるよ、その存在。やばい。二十歳なんで、私二十歳になったばっかなんで。はい、二十歳でーす。もう隣にいるだけで、ね、ドキドキしちゃう感じ。ありがとうございます。ビッチョさんっつったらシューター、うん、あれがすごくてシューティングハマってる。みんなじゃねえな。ピッ。おー、こういう感じでシューティングうまいんでね。サバゲー自体はもうどれぐらい。あ、6年ぐらいかな。じゃあ14歳の頃から。あ、そう忘れてた。設定設定言っちゃっていいか。ピッチョさんの装備はどういう感じの、はい、装備。まあ、おー、やべ。
よ、もっと伸びましてねー、お尻、お尻、お尻、あ、これさ、あのさ、穴開いてるんだよ待って、マジで穴開いてんの。この間の撮影の時に、あ、そう、まだ縫ってなくてあ、これね、ピッチョリーナパーカー、あ、ほら、かわいいでしょ、かわいい。で、こんな感じ、アマゾンだ、アマゾン、あ、いやいや、そうそう、何言ってるんですか。アマゾンさんが真似したんですよ、私太ももが太いから、それが隠れるように大きめに作ったの。別料金です。あ、別料金50円かかる。あ、50円。両方とも田村装備開発かな。ペタペタ貼るのが好きなんで、ベルクロつけてその上から。あ、なるほどね。ピッチャーさんはどういうファッションが好みなんですか。あ、自分のも相手のも、なんかいつかサバゲーマーの彼氏ができたらお揃いしたい。ベトナムじゃん。ベトナム、いや、泥臭くなるよ。あ、ベトナムでもいいですね。あ、やりそう。でも泥まみれで地獄の目視力ごっこやる。沼から出てきて面白い、面白い。ガチでサバゲ遊ぶときはポニーテール、うん、ポニーテールじゃない、もう団子。ポニーテールするとふさーって言って、こう、こうピックピックやったときにパサーって出るんだ。もうそこまで気にする言う。好きな装備、制服物が好きなんで。あ、制服物、こっちも制服物好きですよ。あれ、制服物好き。自衛隊のガッツリ装備も好きだし、消防士のコスプレとか、ね、あ、結構好きだった。こだわりがある人が好きです。例えばすごいこだわりあるじゃないですか。ある、ね、で一個一個説明してもらいたいです。ふん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 って。あ、そういうこと。博学な人が好きなので。この動画が終わった後、ピッチャーさんの前でこの装備がですね、この装備がですね、めっちゃいい。たかるかもしれない。あの消防士の格好で、これはね、浦添市のですね、与那原の消防士の格好で。沖縄やんけ。変態チックなところがあるという。変態チック。変態かもしれませんね。同じ匂いがする。これがね、ピッチョリーナが使ってる、普段細く握りやすくしてます。削ったの。削りましたね、ピッチョリーナが、はい、ピッチョリーナが愛用してる東京丸井の870。猫飼ってます、ね、猫飼ってます。毛がついてる。猫毛がやばいんですよ、すいません、ね、で、ここね、こだわりなんですよ。こだわりがここにね、ついててね、引くときにね、本当はね、こうなんだけど、そうなると私腕が足りないんで、ここにつけて、こうなんて言ったら、ね、ポッキングできるようにしてるの。すごいよね。とクラシックアーミークロスボウエアソフトさんのカスタムで、軽くてちっちゃいやつって頼んでこれになりましたね。構えやすいようにストック変えた。いいね、この赤色、赤が好きだから。昨日練習した何システム。カーシステム。カー、カーシステム。ジョンウィックのやつ。ほう、もうやっていくんで。バン、おー、3倍のスピードで接近します。パンパン、お、早くやる。じゃあちょっと見せてもらおうか。さ、玉切りした。マガジンが刺さってないぞ、ルーキー。いやー、恥ずかしい、ルーキー。こんな感じ。どうしてこれが、こういう技術があるかってこと。ジョンウィックがあるからです。初段練習は最初の初段が当たるか当たらないかで、その後楽に当てられるかが決まるんですよ。でその初段練習とかがあって、こういう感じ。早い、なるほど、早いね、早い、そうかな、早い、早い。こんな感じの初段練習も楽しい。抜くの早いわ。抜くの早い、抜くの早い。あの30分コースぐらい。チェンジで。チェンジ。いくよ。はい。おい。いいよ。何回目？一回目、一回目。一回目、一回目。動画上では。すごいな。大丈夫ですか？もう一回。あ、外した。外した。もう一回。もうあのいいですよ。カットカットで。どうした、塗ってます。もう一回やらして。え、もし喧嘩とか起きたら部屋であれみたいなさ、ミスター&ミセスだった。スミス&ミセスだっけ。あ、だったっけ。そんな感じでやりやすそう。いいね。ぜひ今度一緒にシューティングやりましょう。あ、そうね、面白そうだね。シューティングあんまりやられてないですもんね。やられてないね、うん、シューティングやるとヒットが取れる率が上がったんですよ、私。なるほど。そう、なんかやっぱ狙って打つからシューティングおすすめです。サバゲーやる、サバゲーマーに。まあ初心者もね、あの練習できるし。ほんとそうですね、うん、スカートとかでできるから、仕事帰るとかサクッといける。はい。
あ、なんじゃかさってない新旧人だはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さすがピッチャーさん、全部一発でしょ。全部一発これはやばい。練習なしだから。正直、動画見てる多分男の子はもうなっちゃうと思う。もうまんじになってるからやべえピッチャーさん来たらときめいた。ときめいた。じゃあちょっとそのときめきを言葉に。言葉で好きです。もらって、もらって赤いす、赤いす、あ、なるほどね。それは両思いすいません、前のそのまま返されたんです。今返したんです。あの、消化したって感じで、ね、返しました。あ、そういうことですね、はい、そういうことです。すごいね、今日何回振られたんだろう。今日は覚えちゃうね、一発ずつ打つよりかは気がつく当たればいいかなと。数打ち当たる、勉強になります、はい、今回ピッチャさんのいろいろ見せてもらったんで、ピッチャさんも応援お願いします。ありがとうございます、はい、なんか宣伝したいことがあれば。あの、私シューティング友達が沖沢さんの大ファンで、後で写真撮ってください。こっちかよ。そうそうそう、それは後ででいいじゃん。それは後で違うんじゃないか、こっちの方だと思うんだよね。沖沢ぐらいになりたいです。あ、じゃあそうしよう。右マスから沖沢さんぐらいになりたいです。右マスからこれで、こんな感じで。なるほど、チャンネル。あ、ちょっと違う、ちょっと違う。じゃあ今日の夜かな。楽しかったです。ピッチョさんの YouTube チャンネルとか、はい、はい、そうですね、こういうオリジナルの商品とかもあるので。めっちゃ説明してくれてる。はい、もう言わないからこれで。ごめんなさい、すいません。はい、確か概要欄にあるので、うん、そちらの方もチェックよろしくお願いします。お願いします。はい、せー、ピッチョピッチョやろ、ピッチョリーダーでした。はい、ありがとうございます。俺のここもピッチョリー。